と今日はね、久しく片足バク宙やってないから、このね、せっかく体育館みたいな設備をね、手に入れたからやっていこうかなと思います。バク宙の場合はさ、こうやって両足で飛んで、クイッてやってクイッてね、回っていけばいいっていう話をしたからさ、これ片足バージョンでもいけるじゃんと思って、私ね、この片足バク宙に関してはその最近できたばっかりで、ほやほやでちょっと怖い部分があるんですよ。まあ理屈的に言ったら同じやろと思って、いや怖っ、理屈は同じなんだけど、いやこう、あ、いけたんじゃない、今、あー、よかった、今出てたよね、バク転とかバク宙でさ、怖くてこう一番最初にキックする前に反っちゃうみたいな現象出てたよね。そうなんだよ、わかるよ、わかる、俺も今その同じ気持ちやってるからね。ウェイウェイキックする直前でうわってなるんだよね、わかるわかる、ウェイ、さあ行くぞの瞬間の時に急に押し寄せてくる恐怖心、体のアドレナリンの出具合というか覚醒具合ったらないよね。よいしょ、はいはい、キックしてない、よいしょよいしょ、やっとバク宙っぽくいけた。いや、そうなんだよ、そう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 、いいぞ、頑張ってるぞ俺。今ちょっと足ついてなかった、疑惑だよね。今までさ、家の中でやるやつっていうのは自分の中で余裕のある技やってたから、これ本当私ギリギリ技さ、家で挑戦するの初めてだよ。一回ね、体育館の上でマットでできたとはいえ、あれ全然さ余裕ではないっていうかね、いやこれ絶対靴履いて外ではできないな。うわ、ちょっと今分かんなかった感覚が、キックミスったって思ったんだよね。でもそんなにミスっていなくって、こういうのがねダメなんですよ。こういうのが出てる時点で、まあ、外でやっちゃいけないというか、本当に自分のものとして定着してないと、自分の中の価値観では認識してるから、ダメ、ダメです。ダメ、絶対。外でやったら、調子に乗ったら。よいしょ。よいしょ。まあ、こうやってね、私はね、ほとんど 95% 以上かな。まあ、大丈夫だろうと、死なないだろうと。いうものができてからじゃないと、攻めないんですね。まあ、これが長生きの秘訣だと思います。7センチ取ってみる。ここでこのくらいの着地できたら、これは外していいかもしれないな。これが長生きの秘訣だと思います。よし、頑張れ俺。詰まる。着地詰まっちゃうな。あぶねー、マットごときの環境でね、直前でビビるみたいなの出してたらもうダメですよ。よし、ラスト効果、これをラストにすることで自分の全エネルギーをね、集中力をね、お体に宿すっていう、はい、これラストです、宣言しました、ラストです、ガンマです。よし、